なあ、前に今日はね、複数のモンスターを相手にして立ち回りと攻撃のさばき方を練習する。へえ、なるほどな。あ、リーファも来たみたい。お待たせしました。あれ？なあ、ちょうど今その話を聞いてさ。本日の特別講師ってことで。なんか責任重大っぽいな。それじゃあフィールドに行きましょうか。うん。して見ているとよくわかるよな。もう何回かとっくに付き合っているんだけど、その度に感心しっぱなしだよ。そういえば家で晩ご飯食べている時も。え、私の？とっくに付き合ってもらってはかどってるってさ。それってお世辞でも何でもなく、本当にリーファはフィリアの応援を受けて。そっか、そうだと嬉しいな。そろそろ次のモンスターをトレインしてこなきゃ。俺も手伝うよ。ううん、大丈夫だから待ってて。今の話を聞いて応援するのを頑張りたくなっちゃったし。了解、それじゃあ頼んだよ。オッケー。かフィリアのやつ、ずいぶん張り切ってリーファを応援してくれているな。はぁ、これで3セット終了っと。お疲れ様、リーファ。あれ、フィリアさんは？フィリアなら次のモンスターを引き連れに行ったよ。なんかここまで協力してもらって申し訳ないな。でもそのおかげで剣道の腕も少しずつ成長しているって感じるよ。前に見た時よりも確実に良くなっているぜ。ありがとう。フィリアも喜んで応援してくれているようだし。うん、だからフィリアさんの応援にしっかり応えたいんだ。あ、フィリアさんが戻ってきたみたい。本当だ。じゃあ特訓再開だな。よーし、頑張ろうっと。助けてー。お、今助けてって聞こえなかった？どうしたフィリア。特訓のためにボアを何匹かトレインしようとしたんだけど、どんどんボアがリンクしちゃって、40匹？それはそれで逆にすごいけど、褒めてる場合じゃないな。よし、ひとまず逃げるぞ。わかった。ごめん。開けた地形のせいで全然ボアを巻くことができない。町まで連れて行くわけにもいかないし。ねえ、どうしよう。二人ともあの崖を駆け上がるぞ。崖？あの崖に登ればボアを追いかけてこれない。なるほど。けど結構あの崖高くない？スピードを乗せて思い切りジャンプするんだ。あとは気合で登りきる。むちゃくちゃ。でもそれしかなさそう。行くぞ。ジャンプ。ドーン。みんなどうにか登りきれたな。剣道の特訓のはずがクライミングの特訓になっちゃったね。ですけどみんな無事に逃げ切れましたね。うわ、崖の下登ってこられないボアで、俺もこれだけ密集したボアは見たことがないな。我ながらすごい数だと思うよ。しばらくすればヘイトが切れて帰っていくはずだ。どれどれ。うわ、うじゃうじゃいる。おいリーファ、そんなに身を乗り出したら危ないぞ。はーい。って、うわあ、危ない。フィリアさん、大丈夫？はい、大丈夫です。待ってて、今引き上げるから。あの引っ張んないと引き上げられないでしょ。そ
おい、リーバー、俺の手にも捕まれ。こっち見ないで。何言ってんだよ。ほら、引き上げるぞ。だって見えちゃう。フィリアさん、もう一思いに手を離してください。そんなことできるわけないでしょ。何バカなこと言ってるんだ。ほら、引っ張るぞ。恥ずかしいよ。大変お騒がせしました。はあ、無事でよかった。リーファーボアに追いかけ回されたり崖から落ちたりとは思い出にはなったかな。今日特訓が中断しちゃった分はどこかで取り返さないとね。ありがとうございます、フィリアさん。けどいいんですか、こんなに協力してもらって。クエストを手伝ったお礼だとしたら十分すぎだと思いますけど。そんなの全然大丈夫だよ。それにリーファを応援しているのは別にクエストのお礼ってわけ。そうなんですか。私 SAO の時にフォローエリアってところに閉じ込められちゃってたでしょ。もうダメかもしれないって状況がいくつもあった中でいつも励ましてくれたのが。そんな励ましたなんて大層なもんじゃないよ。それこそが私には励ましだったんだよ。だから恩返しってわけじゃないけど、みんなの力になれればなって思っているの。まあ押し付けがましく感じたら言ってね。そんなこと思いません。私フィリアさんに応援してもらえて嬉しいです。本当？これからも一緒に特訓しても平気？はい、ぜひお願いします。なるほどな。フィリアがリーファを応援するのには、この二人の関係はどんなことがあっても